なんぼわ。あれみたいでしょ、あれ。角田二郎さんと、なんだろう。稲川淳二さんでしょ。終わって。義母愛子さん。もうこんな感じで終わって。なんでこういう感じで喋るんやろね、ぼわって。まあ、確かに、はっきりね。さて、ね。あ、そうそう、うちを倒したかったら、だから橋本商事研究なさったらいいかもしれないね。ただ、橋本の元っちゅうじゃ、この本やからね。ぼわ。で、ボアについてはもう言わへんから、ごめんね。当たったかって嬉しないでしょ、みんな。だまた、来年ね、挑戦してくるかもしれない。イノシシ虫やから、多分。一回で諦めんから、イノシシは。それ見越して言ってます。だって、野田聖子さんもイノシシ虫の話だけど、違ったかな、イノシシ虫だったけど、ね、野田聖子面白さはね、全部女性閣僚だったりして、何一人だけ中山くんとこと笑うけどね、防衛大臣がね、防衛大臣は男性の時間が多いと。もうこのスタイルも一気に、なんか、一人男と全員女性閣僚。あれみたい、あれみたいじゃないけど、諸星当たりじゃないもんな。だから、光源氏の方か。光源氏言うても、まあ、どっちが言うと、そっちに光源氏。なんか、そっちが。てご。まあ、なと。わいじゃないけど。何でぼわ。そのうちね、宮崎先生っていう、ね、当時の、ね、音体っていうのどう言ったらいいんやろね。大師匠っていうかな、どう言ったらいいんやろ。まあ、先生の塾いうかね、その、囲碁指南所やから。には、通ってたよ、ちょっとだけ。でも、君は来なくていいとか言われて。だいぶ慣れちゃいました。で、まあ、その塾とかね、お習い事が好きやったから、その帰りは英語を習いに行ってました。で、一緒に行ってたのが、その、三島由紀夫さんの、三島由紀夫さん、おじにもついてたかな？やったかな？おじさんやったかな？忘れちゃったかな？もういたよ。英語の方とね。じゃあ、囲碁からずっとしようかな。ね、ポートモン学院小学校に通ってた時代の話ですけどね。だから、宮武研究もそうなのかな。一応倒そうと思って。ね、知らんけど。三島由紀夫研究所は関係ない友達やから、全然習ってへんし、別に三島君からは。なんか習ったよ。思い出した。もう言わんといたろ。向こうも意地やってんやろね。だから、その、ね、学芸会って言ったらいいかな、文化祭の小学校、大人小学校に。うちが主役やった時だったよね。で、三島君が、だから、ちょっと待ったって。だってうちでも主役決まりかけとった時に三島君がちょっと待った。三島由紀夫の呼吸にかけて、かもしれない。でも、すっごいがっしりしたね。爽やかな子やったよ。で、だからでかくてね、えっと思って。だってコウモリってめっちゃ小さいから、でも小学校でもそんな関係ないから、大きい子でもね、小さい役やったりするけどね。でも、うちはだからおかしいな思って、違和感ありまくりやったから、だってほんまスポーツマンやったし、で、一番ちっこい、ちびこいそのコウモリが鳥でもない、虫でもない、虫ではないけど、獣でもない。で、いじめられる話やったから、えって。どっちかと三島君いじめっ子やん。で、最後もう感極まって、で、コウモリ役が
泣く話やった。だ小学生向きにアレンジされた、なんか、歌劇コウモリじゃなくてね。どう言ったらいいのオペレッタっていうのかな、ね、まあ、歌劇じゃないの。歌劇コウモリとのストーリーじゃないんだけど、まあ、なんで最後、だからな、童話なんかな、もともとはな。で、誰の童話やろね。なかなかよくできた話やったから、有名なね、童話作家のかもしれんね。日本かどっかわかんないけど。ね、日本の作家の可能性あるよね。で、結局それで、最後、歓喜が待って歌うね。歌うシーンがあって。で、その歌うシーンでもね、その音楽の先生二人ね、とにかく、これは偉いことだってね。大騒ぎしあって。その後に、要するに。まあ、習ってた時もね、いろいろおっしゃってたけどね、その本番終わってからね、絶対これもオペラ歌手の道に進ませるべきですって。絶対この子は、高校生にもなったらもうロックとかに興味持って、そうなったらもうせっかくのこの声失ってしまうから、あんな音楽で潰させてはいけないからって、今すぐクラシック習わせてくださいよってなって要するに声楽の道に進むべきだって言われてんけど、父が断って、2回父にやられてん。それ3歳の時もうちがね、その音楽器じゃないわ、なんだかな、なんかね、見てて、歌のお姉さんのすごい爽やかな、弾け飛んでる歌を見て、うわ、かっこいいと思って、こんな風に歌いたいなって、そうだ、歌手になったら面白いなのかもなって、こんな風にニコニコして歌ってて、こんなにニコニコして歌う人がいるんやって、嬉しいな、こんな人がってって、うちもそうなりたいなと思って、だってなんかずっとなんか寂しかったし、悲しかったし、嫌なことばっかり起きたしなと思って、ね。だけど父がわかんない。下手くそ、聞くみたいにやめろって。で、母が、絵やったら怒られるからねって。で、絵の漫画家を描き始めて。で、小学校の時もね、父がここに。で、まあ、うち、まあ、まあ、ひとしっていう戸籍名かな、ひとしってこと。まあまあ、この子は、ね、弁護士か医者かどっちかにならせるって父が断言して。で、小学校の先生が、それはひどいって言って。いくら立派なお家のお父様でも、実のお父様でも、そんな権利を、そんな権利はないはずとは言いませんけど、それはもう権力でしょって。このお子さんには、ものすごい能力がありますと歌うのって。それを向いてないかもしれない、お医者や弁護士の仕事に。ね？医者か弁護士って気持ちは分かりますけどって言ったら、違います、うちは医者の家系だし、そしてそもそも政治家の家系です、父が言って、絶対この子はそっちの世界には渡しませんって父が断言して、こんな言われ方したの初めてだって、先生も怒ってな、専門家ですよ。もう一人の女の先生になってんけど、まあまあ、お供に来てる声楽の先生から、すっごい先生やってんのな、せやけど、専門で言うなら、まず、教育者であるべき。教育者っていうのは、どういうのが専門だか分かってるかって父が、まあ、だんだん父もめんどくさい。てかもう、あんまりそういう細かい話、父得意じゃなかったからね。理系やったし、理系はめっちゃ細かいってやったけどね。で、結局、まあ、大手門みたいな学校ですし、お医者や政治家や弁護士の家系がいらっしゃってるのは分かりますって。だから、そこは、教育サイトが折れないといけない。で、こういう、対話を、会話をお子さんに聞かせなければいけない。それが大友学院小学校の責務だと存じますって、その、お年寄りの先生がおっしゃって。これはすごい先生に出会った。父が言って、母も。よかった。で、うちは、あ、ってことは、声楽に進めるのかなって。じゃあ帰りましょうとか言って、あれとか。その後もしばらく、歌うわとか言ってるけど、あの話、本当にうまくいったからね、とか、あ、そっか、って。
じゃあ歌の道行くか、歌手か、クラシックの歌ってどんな、オペラって、どんな歌なのかって、ずっと待ってくれ、いつまでも、そんな話してたのなんか、ね、寂しいなぁと思って、で、音楽室の下側の給食室になってたから、そのうろうろしてね、うれうろうろって、で、あーって、知ってる、願い事が叶わへん、子供なんやなって。歌を開けるのと歌いたいなって気持ちがそういうのね隠し残ったらいいなって絶対人前で歌うのよ歌って絶対やるのよ決めてね、ずっと歌わんかった中学高校時代全然歌わんかった歌になったら逃げてたでもだんだん歌の中になってきてね6年間封印じゃないけどね。まあでもまあ、まあ6年間全然その歌らしい歌を歌ってなかった。まあ、ただ赤松とかがね、カラオケに誘ってくれてね、ツイキャスのね。で、たちが大学になって、やっぱり音楽が初めて。で、なんとロックやって。で、これ潰して。